こんにちは、エンディです。今日は東京の五反野にあるタイマッサージマイペンライトナームペさんにやってまいりました。難しいね、名前がね。ナームペ、どんな意味なんだろうね。水のペって感じですよね。で、2階はマイペンライというお店で、同じ方がお店をやっています。早速入ってみます。こんな感じで、なんか元美容院だったらしいんですけれども、ね、かわいいタイの民族衣装の人形があって、そしてここがフットマッサージで、こっちから、多分タイ古式の部屋に入ります。ここに一部屋、なかなかね、ブルーのこのラインが素敵ですね。そしてこっちにも一部屋、このなんか三角のねタオルがこう折ってあるのがタイの多分女性スタッフがやってると思うんですけど、素敵ですね。そしてこちらが多分シャワールームじゃないかと。おー、当たりです。シャワールーム、まあ、オイルマッサージとかした後は絶対にあのシャワーやった方がいいですからね。はい。で、気になるこちらのお値段、こちらです。タイ古式マッサージ、30分2500円、60分4000円、90分6000円、120分8000円、オイルマッサージが、こんな感じです。オプションでね、顔のマッサージとか耳かきっていうのがあるんですよね。耳かき2000円か。成長マッサージね、質マッサージ、ちょっとね、じゃあの2階にもお店があるっていうんで、2階の方も見てみましょうかね。2階の方はなんかあの男性のお客様は2階の方が好きだっていうことで、2階はマイペンライ、まあ、あの大丈夫っていうね、感じの店名なんですけども、こちらです。階段登って右側、こちらです。おー、なんかちょっとあの秘密部屋っていう感じで、いい感じですね。で、こっちは左側にこの待合の部屋があって、で、こっちもやっぱシャワーがありますね。で、こちらが2部屋。こちらも、まあ、部屋の広さは横幅これ2メーターぐらいですかね。結構ゆとりがある感じの部屋ですね。で、当然タイ人の方がやってるお店なんで、神様に甘いお菓子をあげたり、ジャムパンあげてます、果物とお菓子。はい。こういう感じの五反野のタイマッサージ店、1階と2階がお店になっております。